海と日本プロジェクト。山形と秋田をまたぐ鳥海山。古くより大物忌みの神として崇められてきた霊峰です。鳥海山大物忌み神社福良口宮を神輿行列が出発します。毎年7月14日に行われる鳥海山お浜入れ神事火合わせです。お浜入れ神事とは、鳥海山山頂、お浜、福良、飛島、宮海の5か所でかがり火を焚き、火の見え方でその年の五穀豊穣を占う古くからの習わしです。提灯を先頭に神輿が向かったのは福良漁港。お浜入れ神事は作物の豊作を願うほかに、大漁祈願や航海安全など海への願いも込められているのです。港に着くと、提灯やかがり火の明かりを頼りに神事が執り行われます。獅子舞と巫女舞、華麗なる伝統の舞です。山や海と関わりながら暮らす人々の大切な神事は、地域の中で脈々と受け継がれていました。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。